これだけお腹痩せした視聴者さんが何をしてたかっていうと、僕が出した股関節周りのストレッチを徹底的にやって、開脚は開いておでこが床につくようになったし、カエル足で前に倒れることもできるようになった。要するに股関節骨盤周りが柔らかくなると痩せるんです。まずは開脚しましょう。開けるとこまで開いたらゆっくり体を前に倒しましょう。柔軟性チェックを兼ねた内もものストレッチです。理想は120度ぐらい開いておでこが床につくことですが、最低でも90度ぐらい開いて肘が床につくぐらいまではできてほしいです。僕も硬いのでね、ちょっと肘はつかないんですけど、1回で変わりますのでね、ぜひ一緒に最後まで頑張りましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。無理ない範囲で大丈夫です。肩ね、あんまりこう力入らないように意識しながらやっていきましょう。 OK。 そしたら足の裏一回合わせます。で、体の前でひし形作りましょう。この状態で真正面に体倒していきます。お尻や外もものあたり伸びれば OK です。理想はおでこが足につくことですが、どうでしょう、皆さんつきますか？つかなくても最低でも肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。呼吸止めないようにしましょう。いまいちお尻外もも伸びないよって方は、足をもうちょっと前に出してみたり、体をもっと前に倒してみたり、逆に足を手前に引いたりして、お尻外ももが伸びる位置探してみましょう。これも一回で変わるので楽しみにしててください。 OK。 そしたらこのあぐらみたいな状態からですね、右足を左こっちに持ってきましょう。で、両手でこの足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻のストレッチです。なるべくピンと姿勢正しましょう。右のお尻伸びてればそれで OK です。もしこの体勢できないよって方は、この右足ちょっと前、この辺でも全然 OK です。頑張れる人はなるべくこの右足お腹にぐーっとつけてピンと姿勢正す。そうするとね、右のお尻かなり伸びてくると思います。この時肩にこう力入りがちなので、力抜いて呼吸は止めないように意識をしながら右のお尻のストレッチやっていきましょう。OK です。そしたらですね、一回両手で右足持ちます。こんな感じで持ちます。肘に引っ掛けれる人は肘に引っ掛けて、なるべく高い位置でこうゆらゆら揺らしましょう。こんなに上がんないよって人はこうやって手で持って、この辺でもいいです。なるべく自分ができる範囲で高い位置でゆらゆらしましょう。頑張れる人はこうやって肘に引っ掛けて、なるべく高い位置で呼吸止めないようにしましょう。で、あんまりね、肩こう力入りすぎたりとか、呼吸止まらないようにしましょう。慣れてきたら、ちょっとずつちょっとずつ高い位置でゆらゆらやれるといいと思います。呼吸は止めないで、肩あんまり力入らないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらですね、右足ちょっと前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻外ももあたりのストレッチです。これもね、おでこが床につくのが理想ですが、僕もちょっとまだつかないです。伸びますか？お尻外ももあたり、いまいち伸びないよって方は、もうちょっと足を前に倒した出したりとか、体をね、斜め前に倒したりとか、もしくは足を手前に引いたりして、あ、この角度右のお尻外ももあたり伸びるなーって角度探してみましょう。で、これ終わったらね、右足が伸びてることを実感していただきます。楽しみにしててください。よし、 OK。 そしたらもう一回両足伸ばしましょう。こうすると右足が伸びてるの皆さんわかりますか？変化実感できますか？続きやっていきましょう。そしたら次は足を伸ばします。膝を伸ばした状態で前屈していきましょう。呼吸止めないようにして反動つけながらでいいです。どんな硬くてもつま先にこう指先がね、触れるぐらいまでは行ってほしいです。理想はこの手首がつま先につくことです。でもね、できなくても大丈夫です。この膝裏とかね、裏もも、背中あたりが硬いとできないんですが、こうやってね、毎日のように習慣化ゆるくしていけばできるようになりますので安心してください。で、毎日できない人はね、最低でも週に1回できればね、十分習慣化って言いますので、ゆるくズボラにね、頑張っていきましょう。OK。 そしたら次、開脚できるとこまでしましょう。で、そんな限界まで開くっていうよりも、まあある程度開いたら、この状態でつま先内外ねじります。こんな感じです。限界まで開くとね、あんまり動かないんで、ちょっと限界より緩めぐらいでつま先内外にねじる。きつかったら手を床について、こんぐらいでもいいです。
で、慣れてきたらちょっとずつ広げていく。呼吸を止めないようにしましょう。で、あんまりね、肩こう力入らないようにしましょうね。皆さんどうですか？ついてきてますか？もしきつかったら、再生速度調整したりとか、各種目のね、最後の10秒サボったりしながら、ズボラにやっていきましょう。OK。そしたら一度、体育座りです。体育座りしたら、両手で、こう、裏ももを抱え込みます。こんな感じ。で、このままおへそを覗き込むようにして、背中を丸める、わざと猫背を作ります。背中のストレッチなんですが、皆さん伸びますか？硬い人は裏ももが伸びるかもしれません。ふぅー。もしもいまいち伸びないよっていうのは、もうちょっと膝伸ばして、両手で抱えて、おへそ覗き込んでみたりとかしましょう。裏もも、背中あたりが伸びると思います。なるべく目線は、おへそで、しっかり背中丸める。わざと猫背を作りましょう。呼吸止めないで。オッケー。そしたら、両手で裏もも叩いていきましょう。裏もものマッサージです。さっきからね、ちょいちょい右上に、こうコメントが出ると思うんですが、こう、ズボラストレッチでね、実際に痩せた視聴者さんの声です。本当にね、早い方で1週間ぐらいで変わる方もいますね。で、僕個人的におすすめなのは、太ももとかウエストとか気になる部分をね、なるべく定期的にメジャーを使って計測しておくと変化がわかりやすいと思います。あ、今この軽くグー作って裏もも叩いてます。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。呼吸止めないでー。頑張って頑張って。ふぅ。よし、オッケー。そしたらですね、次は、ちょっとこんなあぐらみたいな状態にして、左足を右、こっちに持ってきます。で、両手でこの足をお腹にグッとつけましょう。左のお尻伸びる感覚ありますか？なるべくピンとして垂らすと、より伸びてきます。この状態できないよって方は、左足ちょっと前、この辺でもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。多少ね、僕と違うポーズになっちゃっても大丈夫です。肩はあんまり力入れすぎない。呼吸は止めないようにしましょう。で、基本的にね、この動画投稿した直後、なるべく僕コメント見て返すようにしてるので、気軽にね、コメントいただければと思います。よし、OK。一回足戻しましょう。で、左足を両手で持ち上げます。こんな感じです。肘にかけれる人は肘にかける。こんな上がんないよって人は手で左足持つ。こんな感じでいいです。で、なるべく高い位置でゆらゆらしていきましょう。ゆらゆらーと。無理ない範囲でいいです。頑張れる人はなるべく高い位置。で、この時ね、あんまり肩にこう力入りすぎないようにしましょうね。頑張って頑張って。どうしてもきつかったらね、低い位置でも全然問題ないです。できる範囲で OK。何もしないよりもね、この動画クリックして、こうやってやってる時点でもう素晴らしい。全然ズボラじゃないですから。頑張りましょう。OK。そしたらですね、ちょっと左足、体の前に出しましょう。で、体の真正面に倒していきます。左のお尻、外もも、この辺が伸びてれば OK です。どうでしょう？伸びますか？いまいち伸びないよって方は、左足もうちょい前に出したり、ちょっと手前に引いたりとか、もっと体を倒したりとか、斜め前に倒したりして、左のお尻、この辺がね、伸びる角度探してみましょう。呼吸は止められるしましょう。もしきつかったら、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度調整しながらやってみてください。で、再生速度の変え方、わからない方は概要欄にね、再生速度の変え方、説明貼っておきます。OK です。そしたら、もう一回両足伸ばして、足の長さ見てみましょう。こうすると左右揃ってるはずです。揃ってない方は短い方を少し多めにストレッチやってあげましょう。そしたら、体育座りの状態作ります。左足を右足に乗せます。こんな感じです。で、なるべく、足をこう胸に近づける姿勢垂らす。こうすると、左のお尻伸びてくるはずです。このポーズできないよって方は、一回足を伸ばして、この状態で左足を右足に乗せる。それで、こんな感じでも OK です。目的は左のお尻伸ばすこと。これぐらいでも全然 OK。頑張れる人はなるべく足を胸に寄せてピンと姿勢張る。呼吸は止めないようにしましょう。自分のできる範囲でいいです。誰かとね、競争してるわけじゃないんで、ズボラにゆるーく習慣化していきましょう。OK。よし。では、逆いきます。右足を左足乗せます。で、こんな感じで足をなるべく胸に近づけます。右のお尻伸びてくれば OK です。ピンと姿勢垂らしましょう。
きつい人はね、これぐらいでも全然 OK です。僕と同じポーズすることも目的じゃないですからね。今は右のお尻が伸びてる感覚あれば、それで目的達成です。呼吸ね、止めないようにしましょう。なるべくコメント返すようにしてるので、こんな些細な疑問でもね、コメントで聞いていただければと思います。よし、 OK。 そしたら一度あぐらの体勢に戻りましょう。ついてきてますか？大丈夫ですか？右手、右肘床につきます。左手万歳します。左の脇腹、脇の下伸びてれば OK です。これね、ポイントは誰かに指先を引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと指先伸ばすと、脇腹、脇の下より伸びてくると思います。真横に倒したりとか、斜め前に倒したりとか、あー、この角度伸びるなーっていう角度ね、自分で探してみましょう。どの角度が正解っていうよりも、左の脇腹、脇の下、この辺が伸びてれば正解です。呼吸は止めないで、誰かに指先引っ張られてるイメージで、よし、 OK。 逆行きましょう。左手、左肘を床について、右手万歳します。右の脇腹、脇の下伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？よく質問いただくんですが、この時この反対のお尻がこうやって浮いちゃうんですけど大丈夫ですかっていう質問が来ます。全く問題ないです。目的は脇の下、脇腹、ここ伸ばすことです。そこが伸びてれば浮いちゃってもいいです。いまいち伸びないよって方は、指先を誰かに引っ張られてる意識、もしくは斜め前とか真横とか、いろんな角度試して、うわー、この角度伸びるなって一応ね探してみましょう。よし、OK、頑張った。じゃあ次、裏もも伸ばします。右足を伸ばしますよ。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏、裏もも伸びてれば OK です。掴める人は右手でつま先掴みましょう。掴めない人はここでも全然 OK です。これね、掴めない人、そんな難しい話じゃなくて、シンプルに膝の裏、裏ももが硬いだけです。まあ座りっぱなしとか運動不足とかね、で硬いだけなので、こうやってやっていくうちに絶対ね、手でつま先触れるようになりますので、頑張りましょう。どうしてもこう誰かと比べてね、なんか自分ができない、硬いなって思っちゃいがちなんですけど、でもね、昨日の自分よりも今日一歩でも柔らかくなってれば、それで進歩です。大丈夫です。頑張っていきましょう。 OK、 逆行きましょう。左足を伸ばして、左足の方に向かって体倒す。左の膝の裏、裏もも伸びれば OK です。手でつま先を触れる人は触る、掴めない人はこの辺に手を当てて、膝がね、なるべく曲がらないようにしましょう。呼吸止められるしましょう。もうね、皆さんここまで頑張ってる時点で結構すごいんですよ。YouTube ってデータ見れるんですけど、1種目目、2種目目でやめちゃう方もいっぱいいる中で、ここまで頑張ってる、もうその時点でね、ズボラじゃないですからね。もう自分に拍手。もうこの時点ですごいですよ。残りもね、最後まで頑張りましょう。OK。そしたら、あぐらとか正座とか長座、楽な体勢で一回座りましょう。両手で、こうやって後頭部で手を組みましょう。で、おへそを覗き込みながら猫背を作る。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込みながら猫背を作る。ゆっくり反らせる。これ繰り返していきましょう。頑張って。ゆっくり反らせる。おへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。覗き込む。これ腰肩痛い方、痛みない範囲でいいですからね。スピード全く重要じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり丸める。反らせる。スピード重要じゃないですよ。呼吸止めないで。しっかり反らせて。よし、OK。そしたらもう一回右足伸ばしましょう。でですね、なるべく股関節開く。なるべく股関節開いた状態で体真正面に倒していきます。内もものストレッチ伸びますか？内もも。もう倒れれる人はおでこべちゃっと床につけちゃってもいいです。で、硬い人はこういったつま先が前に倒れてきたりすると思うんですが、なるべくつま先真上向けた方が効果的です。ただ、つま先倒れても OK です。内もも伸ばすことが目的なので伸びてれば OK。で、結構ね、こういろいろ疑問ある方が多いので、概要欄のサブチャンネルとか、ズボラストレッチの教科書で無料で解説しますので、そちらからね、疑問がある方は見ていただければと思います。OK。あと、逆足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節開く、こう開脚した状態で体は正面に倒していきましょう。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。
つま先がこうやって前に倒れてきちゃう方は、なるべく真上向けた方が効果的ですが、前に倒れててもね、内もも伸びてれば OK です。無理ない範囲でやっていきましょう。呼吸は止められるようにしましょう。どうでしょう、ついてきてますか。一応ですね、皆さんのやりやすいように各種目の秒数とか種目と種目の間とか調整してるつもりなんで、ちょっと早いとか遅いとかあればね、ぜひコメント欄で連絡ご意見いただければと思います。 OK です。そしたらですね、ちょっとこのあぐらみたいな状態から右足こうやって一歩前に出しましょう。この状態で体を真正面に倒して、右のお尻外ももあたりを伸ばした状態で右手万歳します。右の脇腹、右のお尻同時に伸ばしてます。どうでしょう、見えますか。ちょっと見えづらい方、向き変えます。こんな感じで右足前に出して、お尻外もも伸ばしたまま右手万歳して右の脇腹伸ばす。ふう、きつい。なるべく手は誰かに引っ張られてるイメージで遠くに手を伸ばすと、脇腹脇の下伸びると思います。頑張って。よーし、 OK。 ちょっと難しかったですね。反対いきましょう。左足前に出して、そのまま体真正面に倒す。で、左手万歳する。左のお尻伸ばしながら左の脇腹脇の下伸ばしていきます。ちょっとこれきついですが頑張りましょう。よくね、こうエアコン暖房つけたりしてやっていいですかとかね、逆に夏場はこうクーラーつけてやっていいですかってご意見いただくんですが、もちろん OK です。皆さんがね、やりやすい室温に調整してやっていただければと思います。逆に僕は、エアコンつけると、エアコンの音がこの動画に入っちゃうのでつけてないんですけど、皆さんはつけていいですからね。自分のやりやすい室温にしてやっていただければと思います。OK です。よく頑張った。そしたら、一回両足伸ばします。で、手、後ろについちゃいましょう。で、肩幅よりちょっと広めぐらいに開いたら、休憩です。内、外にねじりましょう。ブラブラーと。休憩です。あんまり肩ね、この時も力入らないようにしましょう。でですね、なるべくこう皆さんに習慣化してほしいので、一応 Twitter とかインスタも僕やってるんですよ。そうするとこう、ね、スマホいじって SNS 見てるだけで、なんとなくゾコラストレッチ流れてきて、あ、やんなきゃなみたいになるかなと思って、一応毎日更新してるのでね、もしご興味ある方は、概要欄から Twitter、インスタ、あと TikTok とかね、フォローしていただけると嬉しいです。よし、OK。そしたら足の裏合わせます。で、なんとなくひし形こんな感じ作って、真正面に体倒していきます。僕さっきおでこが足つかなかったんですが、頑張れば、ちょっと頑張ればついた。どうでしょう、皆さんは前倒れるようになりましたか。これひし形作ってですね、お尻外ももあたり伸ばしたいです。いまいち伸びない方、もうちょっと足を前に出してみたり、手前に引いてみたり、もっと体をね、前に倒したりしてみて、お尻外もも伸びる位置探してみてください。理想はおでこが足につくことです。僕は超頑張ればかするかなぐらいです。皆さんは変化出ましたか。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。よし、 OK。 最後開脚チェックしましょう。最初に開いてるのがわかるはずです。開けるとこまで開いていただいて、ゆっくりね、前に倒れてきましょう。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくことですが、最低でも90度開いて、肘が床についてほしいけど、僕もね、なかなかつかないです。撮影ぐらいしかね、やらないので、だから僕も今週2ぐらいのストレッチしかやってないんで、本当はね、もうちょっとやりたいなと、心の中では思ってるんですが、なかなか難しいなというところです。で、この動画だけじゃね、物足りないよって方いると思うので、概要欄に追加のね、ストレッチ貼っておきます。ぜひね、そのまま続けてやっていただければ足痩せの効果倍増しますので、やってみてください。よし、OK。 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もうね、全然ズボラじゃない、素晴らしい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。